始まるよ。どうもスズモです。今回もペルソナ5実況続きやっていきましょう。というわけでパルセナイの攻略ですね、城内の調査を進めていきたいと思います。なんかアイテムあるかな。お、あるね。あそこで、じゃあ何が、なんだろうこのアイテムはと、ラフの食材、ラフの食材がやたらとありますね。灯火を、お、牢屋になってる格子。見ろ、なんかあんぞ。ここは一体どうなってる。けど柵で通れねえ。なんか仕掛けっぽくなってますね、あのワンコロの首が。怪しいな。これだけ厳重に守ってるってことはきっと重要なものってことだ。それなら出入りする方法も必ずある。ジョーカー、この部屋の秘密見抜けないか。お前の観察能力ならきっと何か見えてくるぞ。なるほど、これですね。あー、なんか見える、なんか見えますぞガチャピンくん。これを引いたらいいのかな。なんかアイテムないかな。これ引いたらいいのかな。よいしょ、ガチャリヌコと。あれ、何も起こらない。順番があるのかな。なんか足跡がありますもんな、ここにね。これとこれ、はい。お、こっち開くんだ。おー、すげえ。さすがはジョーカーだ。これ入ったら閉まるみたいなことない。これルパン的にはこれ絶対閉まるよ。五条の地図、お、地図、ダンジョンマップ。なんだよ、厳重に守ってた割にはただの見取り図かよ。お前というやつは見取り図がどれほど重要なのか知らないのかねえ。そのね、心の一番大事なものが隠されている場所もなんとなく見当つくってもんじゃないですか。いいか、見取り図を手に入れれば行ってない場所の地形や情報が把握できる。もうダンジョン地図だね、それはね。ダンジョンマップだね。まさに回答の必需品だ。これでルート確保もぐっと楽になるぞ。結構広いな、これ。白くなってるところが行ったってことだよね。赤いとこだらけじゃないですか。結構長いのかな。じゃあお宝の場所もこれで分かっちゃうの。あ、いや、この見取り図は途中までみたいだ。他にも、ああ、そういうことか。じゃあ行くか。分かった、範囲から当たろうぜ。分かった範囲からは当たろうぜ。そうすれば別の見取り図も出てくんだろう。見取り図を手に入れると到達前のエリアの地形がマップに赤く表示されるようになります。 L1、LR1 ボタンを押せば別の階層も確認できる。うん、わかりました。で、こっちが行ってないところってことだな。で、ここにはモンスターもいると。はい、ガチャン。で、隠れたい。なんだこれ？花瓶。どういうこと？あ、全然わかんない。やべ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 、そんなことしてる場合ではなかった。バイコーン。先制された。よし、よく避けた。よく避けたぞ。まあ、普通に通常攻撃して。はいよ。ジオ、ウィーク、ウィーク、ウィーク、ありゃ、いいぞ。まあ、戦闘はサクッと終わらせまして、なんだ、今の花瓶、花びらみたいなのやってましたね。なんのこっちゃ。これは一体何ぞなのし。何か、こう、陽動に使えたのかな。はいはい。もういい、もういいよ。ディンジャー、あー、囲まれちった。エイハでいいか。笑ってー、せーの、エイハ、おりゃ。よし、ちょっと油断してるとすぐ敵に見つかってしまいますね。ちょっと高巻ちゃんがどんな走り方をするのか気になっちゃったんだよねまあいいか、とりあえずは。そしたらば、なんかアイテムないかな。すごいキラキラしてますね、なんだか。素敵っちゃ素敵なんですけども。あ、こんなところにアイテムが。よいしょ。じゃあ次、ガチャリン抜こうと。お、古城ホール。ここのマップは一応出てはいる。お、ここにもあるよ。潰れた盾と。ここ登れんのかな？はいと。さらに登ることができる。はいと、壺。怪火の、怪火のランタン。感じるかい。 こっちから行く意味あんだろうか。すごいね、さすが怪盗。こんなところもお茶の子さいさいで登っていきますね。あー、上から行か、そこ閉まってたんだ。閉まってるからこっちから来るみたいなことだったのかな。飛び降り、一回降りてもいいかもな。一応ここで閉まってることを確認して、またこの柵かよ。しかも引っ張るやつ向こうじゃん。他の道にする、よく探してみろって。屋根裏だろうが通気口だろうが通れる場所はどこだって利用するのが潜入ってもんだろう。そう、潜入のあれこれをね、ガナさんから教えてもらわなければね。そしたらまあ
こっからこう行きましょうか。ソイトで持ってよいしょ。すごいね。あ、なんか出てきちゃったけど、ちょっと待って、見つかる前に攻撃したい。よいしょ。今のは見つかったことにはなってないのか。弱点はまだ見つかってないなら、とりあえずエイハやってみようかな。多分レジスト。わー、かかんないんだ。吸血。よいしょ。これがな、ややなかなかめんどくさいんだよな。レジストは何にかかったっけ。電撃か。じゃガールで。はい。つい。吸血。キリがないね。全然キリがない。アギ。ジャンプラディン。エイハーやってもしゃあないから、突撃エイハー。突撃できるやついくか。突撃だ。おりゃ。ミスかい。ミスんのがい。出して、そうだ、近接攻撃で、あ、じゃないや、銃を構えたい。おりゃ。あー、銃食らうじゃない。よっしゃ、話をしよう。力を貸してほしいんだ。なら話でもしようぜ。数字もわかんねえやつに力やれねえし。つかさ、俺こんなとこで終わりなわけ。寝台の世紀。本当だったらスターになってたはずなのに。スター、諦める。諦めちゃうの。まあ、ここでスターに固執して自分の可能性を狭めるのもなんだし。あー、なんかあれちっちゃったな。これが尋問とかだと、カツ丼かい。カツ丼とかでいるならお前なんか出せねえわけ。カツ丼を出そう。お前いいやつなんじゃねえか、最初から言え。へえ、お前俺に似て。つか、なんか話してたら思い出した。ひょっこり思い出したね。俺ここのシャドウじゃ、ここのシャドウじゃねえし、人間たち。はい、インキュバスさん、サキュバスとインキュバスいましたね。インキュバスの仮面を頂戴した。相変わらずすげえ力だな、ジョーカー。そうでしょう。でもってこっちかい。お、これで反対側に来たのかな。ただこっちにもなんかあるぞ。こうか。工場の、工場縄文前まで来れたけど、ただあそこ開けた方がいいな。開けた、一回降りようか。よいしょ。何か鉄格子があって研ぎ澄ませ。アイテムがあるわけでもないと。ぐるっと一周回ってきたは回ってきた。あ、さっき開けたのあっち側か。ってなるとこっちは関係ない。こっちも結局向こう側だから。お、こんなところに部屋が。あー、そっか、縄文前なんかどっかに繋がるかもしれないな。これ先出といた方がいいかもしれない。よいしょ。どこに出るんだろう。あれ、ここって入り口だろ。ここに通じてんのか。ここからでも下に行けそうだな。潜入口の、一つに扱えそうだ。やったぜ。ってことはここで一旦セーブができると。ほっ、いいね。セーブして、じゃあ次回からというか、もうこういきなり2階から潜入することが可能になったってことですよね。飛び降りでその逆もできると、登ってくることもできるんでしょうね。よっしゃ、つながりましたね。そしたらじゃあ次降りていきましょうか。こっち側へ、新たなところへ進んでいこう。あ、セーフルームが。お、この宝箱は一体、これ鍵がかかってる。キーピックなら、あ、ちょうど作っといてよかったです。なるほど、潜入のうんぬんのガジェットはここで使えるんだ。 夜な夜な、ね、夜鍋して作ったこのキーピック。手気味が、お、顔でかっ。え、こんなでかいの。え、でかすぎない。あ、普段ちっちゃくて足元にいるから目立たなかったけど、これ上まで上がってくるとすごい頭でかいのね。ガナさん、黄金の胸当て、オニキス、オニキス研ぎ澄ませ。よし、こんなもんかな。へえ、そしたらはセーフルームに一旦入りましょうか。はい、これで新たなセーフルームと。よし、ここも使えそうだ。ってことはここにもいきなり来れるようになったってことかな。中央ホール2階、空き部屋にショートカット。あ、やっぱそうだね。いいね。ここを拠点にして探索を再開することができるぞ。これは便利だね。便利便利。書こう、書いとこ。もうちょい行きましょうか。探索を再開すると、
回復はちょっとな、危なくなってきたな。ぼちぼち引き返すのも視野に入れてもいい段階なのかもしれませんね。一旦全開して、一応SP 回復があるから5なんですよね、たったの5。そんなに一気に回復できるわけじゃない。うん、もう少しアイテム、 SP アイテムを集めておきたいってことですね。まあ、いけるとこまでとりあえず行ってみましょう。見取り図通りならこの先も結構長そうだよな。おい、左側見てみろ。シャドウもうろうろしてるみたいだ。いいか、闇雲に戦いを仕掛けるなよ。まずは敵の相手の強さを見極めてからだ。んなもんどうやんだよ。見極めるって言っただろ。相手の所作を観察してその技量を見抜くんだ。ほう、見た目でなんか強さがわかるのか。ジョーカー、お前の目ならそれができるんじゃないか。ジョーカーズアイ、サードアイ、第三の目で見る。高レベル、同等レベル、低レベル。はあ、なるほど。オーラでわかると。強いやつだ。あいつは戦わない方がいいってことだな。つまりは。わかったぞ。しかとしましょう。さっ。さっ。違う。あ、強いじゃん。あかん。あいつに狙いはつけた。タイミングは任せるぜ。え、これやらない方がいいんじゃないですか。あ、やばい、戦っちゃった。そっちに丸が行ってたから。勝てないのかな。あ、なんか強そう。逃げることも底なし沼の狂い馬。足がどうなってる、根っこみたいになってるよ。これはちょっと怖いな。なるべくダウンさせたいけど、ダウンとかないのかな。あ、でも戦か勝てないことはなさそうだ。おりゃタクティカル、ナイスナイスタクティコ。でも勝てない相手じゃないってことだな。おりゃウィーク、よっしゃ、ウィークが来た時点でこれゲットできたらでかいよ。力を貸してくれ。よく見ればお前力不足だな。あー、まだ仲間にならないってことか。マッスルドリンクをやる、己を磨くがいい。なんかドラクエのモンスターにいませんでした、この白い馬の敵パイプとかに。マッスルドリンクか。もっと嬉しそうにしていいんだぞ。まあどんなに生きがあっても鴨志田様の前では無力と知れ。はあ、本当の自分に目覚めることなく消えてしまった。鮮やかな勝利だ。マッスルドリンクね。マッスルドリンクは何だろう、どういうあれだろう。最大値の 30% 防御力低下。あ、戦闘中に使えるやつなのかな、これは。基本強いな。まあでも性攻撃を積極的に仕掛けることによって僕たちは強敵をも打ち下す。あー、なんか強そう。暴虐の重騎兵、ジャッジと暴虐の。おりゃ、あ、何やってんだ。とりあえず銃を。おりゃ、アギレジスト入っちゃったってことは変えといた方がいい。エイハ、デビルタッチ、吸血。吸血っていうのは、吸血気になるな。吸血、これ何属性、これ何属性な、吸血は。祝い、祝福かな。まあでも使ってみましょう。おりゃ、そんなに、そんなにだな。スラッシュ、あ、やかん、そんなにかい、やばい、でーでーでーれー、ドンドン、ブロックだと。まずいんではない。しかも2回攻撃だぞ、やつは。風風風風風、早見ガルぐらい頼む。まずいぞ。ここでとどめさせないと多分誰かが死ぬ。というか回復か。ここ回復、2回攻撃されないと信じて回復しといた方が良さそうだ。 HP を50回復。おりゃ、傷薬多分耐えてくれよ。よいしょ、在地撃必殺。ごめん。ああ、そんなスターフォックス的な消え方をしてしまうのね。いや、これはもう物理で押していくしかないな。暗い、たるんだ、あと一発突撃。おりゃ、二人になってしまった。こう喋るのは喋るのね。どこで離脱してんだ。レベル6、とりあえずはレベル上がったけれど。なるほど、戦わない方がいいのかな。でも勝てない敵じゃない、ただただ攻撃力が高いと。難しいとこですね、その辺の塩梅は。
一応生きてはいるのか。あーそっか、主人公が死なない限りはとりあえずは生きなのか。あーなるほど、もうちょっと生きたいですけどね。ただちょっと敵が強いな、この辺は。もう少しレベル上げてからの方がいいのかな。ツボ、あーこれさっき潰したやつだ。これは同等レベル、これは戦える。よいしょ、はい。あ、バレてる？大丈夫だよね。はい、おー3体出てきた。これでホールドアップ。話をする、さっきこれうまくいかなかったからな。どうだろう、それは話してみてから。お、いいぞ、悪くない手応え。これ見ようによっては立派なセクハラだと思うんですよね。ペルソナもセクハラを訴える時代か。シャドウもちょっと一緒に来てくれます。あ、これは良くない。誤解だ、時間がない、知識過剰だ。誤解だ、これは不可抗力ってことですか。じゃあ私が泣き入りすれば。あれ、なんか痴漢冤罪みたいになってない、これ大丈夫？なんかしました、僕。あの、私のこと力づくで物にできても気持ちの問題ってあるじゃないですか。何、恋人関係になろうとしてんの？それ込みで私のこと欲しいってそう言ってるってことですよ。重そうだな、この女性。その通りだよ。あ、怒ってる。強引な人間、考える余地もないです。あ、怒らせちゃった。そんなあなたには血の気の多いお友達がお似合いよね。あららららら、戦いになっちゃった。なんか出てきちゃったよ。残念残念。血の気の多いって言ってきた。インキュバスを出すか。ホリアホリア、はい。そしたらはスキルを使ってさよならだ。じゃああなたとはまた別の個体と話し合うわ。吸血吸われるね。もうリュウジ君 SP がないからね。はいと、よいしょ、打ちまくりたい。何か出せ。お、お前インキュバスの仮面持ってんのなら悪いようにはしないぜ。お望みは金。お、金いいね。ばらまき、ばらまき制度、これで満足だろ。使うときは俺のこと思い出せよな。言っておくけど、鴨頭様はこんなもんじゃねえから。よいしょ、まあお金もらえたならいいでしょう。防具に当てよう、制作費に当てましょう。よっしゃ、でここにもアイテムがあるかな。あるね。ちょっと行けるところまで回復も、いや結構厳しいな。結構消費しますね。ほいほいほい。でもつって、ここにいたのさっき強い、あれ強い敵いなくなってる。ここだったよな。ここもそうなんじゃない、違うか。これここのセーフルームにはさっと行けるようにはなってはいないか。はい、あー、またここも広くなっているところですね。格子が、あ、やばい、見つかっちゃった。アギまで使うとちょっと塩梅が悪いんですけども、まあアギ使っちゃってもいいか。社長、おりゃ、今度は悪いようにはしないから話しよう。優しくするからさ、力をくれ。よし、こんなことをされる理由、ちゃんと した理由があるなら別なんですけど、説明してもらいます。ちゃんとした理由を言えばいいんだね。その必要ない、黙ってろ。話せば長くなるぞ。じゃあ要点だけまとめてくれません？そもそもあなたがこっちに来なければこんなことにならなかったんですよね。現実ってとこはよっぽど退屈なとこなんでしょうね。退屈だ、忙しい、ここよりはマシ。じゃあついていきたい、見てみたいみたいな。ここよりはマシだぞ。それでもここが私の居場所なんです。あなたは私と似てますけど、今日のところはこれで。ああ、うまくいかなかった。難しいな、なかなか。消えちゃった。今が引き際だ。ちょっと家政婦はなかなかお高く止まってやがりますね。はい、はい、チャンス、よいしょ、はいでと、はいで、でもって、欲しいやつは特にいないのかな今。でもピクシーとは話してもいい気がしますが、金が欲しい。何か出してくれ。久しぶりあんたと別れてどれくらいだっけ。同一種なのか、同一個体なのか、これって。なんかこう精神的な存在としてこう何体もでいるように見えるけど、中身は一緒なのか。人間の心と本当変わりやすいんだね。でももしかして愛が再燃とか、うふふ。ちょっとさ、おしゃべりしない？いいだろう。もう終わったことだって、完全に
別れたカップルのそれじゃないか。なんか変な感じ。知らない仲じゃないしさ。あ、そのロンコート袖のところとかすっげえかわいい。燃え袖みたいになってる。それメンズしかないの。どこで買ったの。非売品さ。え、嘘ってことはまさかのハンドメイド。嘘、あんたどんだけ手先器用なの。自分で作ったわけじゃないよ。てかさ、そんなに私に興味ある。じゃあ割り切りってことなら今日だけ付き合ってやってもいいけど。よろしく。あ、こちらこそよろしくお願いします。なんでちょっと照れてるんだ。なんかあんたちょっと私っぽい。なんで私っぽいって、どこが何かあった共通項。話してたら思い出したし。シャドウじゃないよ、ピクシーだよ。またじゃあよろしく。改めて何とぞね、ふつつか者ですがどうぞよろしくと。まあいいでしょう。ついでにアイテムも一緒にもらえたらいいんですけどね。この部屋には一体何がある。お、宝箱。これもピッキングか。あ、これは開く。スナフソウル。スナフソウルは何だろう。回復アイテム SP50 回復。これはでかいですね。うん、これはいいものを手に入れた。ガチャリンコ。こっちは開かないと。この扉は開かないか。なるほど、いいでしょう。じゃあさらに奥に行きましょうか。突撃波と。ああ、クリティカル。今度こそ仲間になってくれ。力をくれないか。ちょっと気難しいんだよな彼女。ちょっかいでも出してるんだ。今回は特別さ。うさんくさいですよね。人間がよく使いそうな言葉バレちゃった。そもそもあなたがこっちに来なければ。あ、これさっきの質問だ。退屈だよ。達観してますね。一緒にいても面白くなさそう。なんでだこれ、難しい。でももう残りの一つってことになったな。これで3択全部外しちゃったな。振られたことに対しての捨て台詞みたいになってますが。お、レベル、みんなもレベル上がってきた。マップ。お、もう少しで着くんじゃないですか、これ。ガチャーン。ほら。これはその予感なのでは。セーフゾーンもう一個ぐらい欲しいとこですけどね。あ、どこだ。上登れるね。あ、お、通気口がある。そっち閉まってんだな、おそらく。先読みでね、入っちゃいましょう。おそらくあそこは閉まってる。だからこっちから出て向こうからつなげると。ほいっと。お、なんだ。おい、見る宝箱とあれも頂戴しとこうぜ。いや、見張りいるし。おい、ジョーカー、ここからなら直接奇襲がかけられそうじゃないか。隠れて手瓶と飛びかかるのどうなの。じゃあ、上からも攻撃できるよっていう感じですね。はい。じゃあ、おりゃ、宝箱しか見えてないな、ガナさんは。おりゃ。お、なんだ、雑魚的じゃないか。おりゃ、終わりですと。勝った。インキュバスは話しかけていた。あ、これ勝手にこうなる予定だったのか。話しかけてくるからさ。敵の命乞い。敵は他に味方がいない状況で瀕死に陥るなどピンチになると命乞いをしている場合、会話交渉だけでもく。おお、なるほど。命乞いをしてくる頻度は敵の性格によって様々。弱気な敵は命乞いしやすい。ああ、話をしよう。じゃあ力をくれ。もう持ってんだけどね。そうだね。じゃあこれで消えてくれると。はい。へえ、助かった。お前にもうきっといいことあるぜ。大勝利、イエーイ。愉快痛快ね。あれ、体力減らないこと知らないでそのまんま SP 使いまくってたら危うくね、無駄遣いするとこだったね。シャドウも命乞いするんだ。なんか意外、なんか人間っぽいね。人間臭くていいね。シャドウにも感情はある。孤立して追い詰められれば命乞いだってするさ。戦況次第じゃわざとその状況を作って命乞いさせるのも、あ、てかもな。なるほど、策知らない。ピッキングとマッスルアンコウ。これは、これ今のマークは付属品かな。マッスルアンコウ、これだ。金、あ、力がプラス2。いいじゃない、インテリジェンスが光る。これはマッスルアンクルにしとくましょう。これ見た目に出んのかな、わかんねえか。研ぎ澄ませ。じゃあここをガチャリ抜こうと。そしたらついでに、これはついでにここもガチャリ抜こうってことかな。よっしゃ、正常を開くと。会場扉をガチャンで、彼はまあとりあえずいいか。感じるぞ。さあ、感じるぞ。お、ここにも銀色のカトラリー。カトラリーってなんだろう。私カトラリーについてちょっとよく知らない。
カトラリーとはステンレス製のカトラリー。あ、もう何か分かんない。まあまあいいでしょう。この先か。あ、違う、こっちじゃない、こっちか。シャドウ発見。あ、さっきのか。さてさて、こっからさらに3階になるのかな。おお、まだ解放されて、あ、上か。あるね、アイテムが。バンバンアイテムは落ちてるもんなんですね。さあさあさあ、3階だ。え、うわあ3階、そしてあ4階閉まっているから3階から行かなきゃいけないと。なるほど、セーフルーム、ちょうどいい時にやりましたね。休んでいきましょう。東館、3階空き部屋がショートカットできると。ここを押さえておけば次入った時もここから始められる。うん、何か話でもしておきましょうか。とりあえず、そう、進行状況は、なんかやたらと敵多いな。なあモナ、今ってどの辺だ。まだ序盤じゃないか。序盤、本当に言ってます。お宝の気配がしない。匂いがわかるの、嗅覚。まだ先は長そうだね。まだ他に相談するか。まあじゃあみんなの状態は。ち、我が輩としたことがバテてきたね。もうみんなガス欠気味だな。無理はするなよ。期限の日まで残り14日よね。まだ期限までは余裕がある。無理せず引き換えも考えていくぞ。まだ他に相談するか。 OK、 いいでしょう。じゃあ相談終わりだね。というわけで一旦現実世界に戻りましょうかね。今回のところは結構 SP、消費してますし、アイテムもそんなに充実してるわけじゃないんで、まあ、今回手にした売り物のアイテムとか売りさばいてね、換金できそうなアイテムもあるんで、それをさばきながら、まあ、まだ2週間あるみたいなんで、ゆっくり、時間かけながら準備しっかりしてやっていきましょうか。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。また次回、実況でお会いしましょう。さよなら。